対決先サクセス15回目の今回戦う選手はシアトルマリナーズ所属の日本人メジャーリーガー平野義久と対決だ。能力は現在こんな感じで収録されていて、今作のパワープロから公式 OB 選手として初収録されるようになった平野。まずは選手の紹介文を読んでいくと、決して高めに浮かない直球と落差の大きいフォークが武器、手首の柔軟性が目立つテイクバックも特徴だとある通り、フォークの変化量はこれ5かと高くで、球速は152、それ以外はどうだろうね。これおそらく2019年の MLB の成績をもとに査定され作られてるんで、そこまで強いってわけではないけども、ただまあ2020年現在も第一線で戦えてる理由はこの能力を見たらわかることない。この選手は2018年に牧田、大谷とともに3人で挑んだんですけどね、ただ今生き残っていて第一線で活躍してるのは平野のみというね、地味と笑われながらも生き残り続けている。派手と言われた選手が散っていってるからね、人生地味に生きた方が案外長く活躍できるのかもしれない。地味を笑うなってことやね。今回はこの選手とシリーズ初対決していきます。対決方法に関しては今回同じペナントで接戦時リリーフ起用で3回ペナントで回し、その3シーズンの成績を視聴者の1人の方に判断していただき勝敗を決めていただくことになります。リリーフ起用は1回限りだとちょっとね実力差が出ないと思う。しかし3回も回せば嫌でも数字に差が生まれ力の差っていうのが出てくるので、果たして今回勝つのは平野か俺か、俺か平野か、どっちやねん。サクサクセスで選手を作る際は平野と同じ設定で、球団設定はオリックスで、ペナントで回す際もオリックスで回す予定です。持ち込みアイテムはどうしようかな、そこまで能力がある選手ではないので、まあ何も持ち込まず作ってみようかな今回も。だから何も持ち込まず平野を超える、日本人メジャーリーガーを超える選手作ってみようよ。レッツ対決サクサクセス。ステージ1、初期能力はこんな感じで、スライダー変化量1がついてるスタート。その他能力低すぎやせんかね、まあいいっすけどね。ガンダがいきなりいて、変化球パネルはスライダー方向、地雷いろいろと組んでガンダにも力借りて強くなっていこう。ガンダカモン、何くれる？変化球強化カードとか個人的に欲しいんだけど、シェンロンカードが持っててプラスが あるようなないような、いやあったね、いきなり、イエーイ、スタイル強化いくぜ、最高だぜ、いい始まりで、このステージは青パネルが残ってるんで可能な限り踏んで、あの上の急速パネルも踏みたいけど、ここの赤が邪魔やな。で、変にシャッフルパネル踏むとなんか赤が周りに出てきそうなんで、もうええわ、このステージはこれで終わっておく。体力温存して先があることですし、先に向かってやっていく、イエイ。ステージトゥットゥー、ここではちょっと早めに2つ目の変化球手に入れたいね。できれば落ちる方向、平野同等、フォークとかね、そういう変化球がいいんじゃないですかと思ってるんだけど、お、無人パネル、あ、いいですね。あ、でもスライダー方向またなんか同じ変化球ばっかりな。アルバース、特殊技術伸びし、これはいいや。でスライダーの変化量はもうすでに3、武器がね、まあ同じ方向じゃなくてもなんか武器になるような変化球がリリーフ投手、まあ、対平野っていうことを考えたら必要になってくると思うんで、まあ、スライダーがね変化量を5まで持っていけるのであれば別にフォークはいらないから、まあ、たださすがに1つだけっていうのはあかんから、まあ、何かしら早めに手に入れたいんですけど、なかなかその願いっていつも叶わなくて、しばらく叶わない時間が続くんよね今日も。やだね、ムッハー、何かと思ったらムッハー、お目の前にいるや、もうやる気満々、ギンギンビンビンで、もう殺しに来とるよね。避けて通れない壁。あー、なるほどね。突っ込むしかない。はい、逃げたー。まず、ファーストアタック、避けられた。で、俺が吹っ飛ばされる。おかしくない？向かっていった俺が吹っ飛ばされとるからね。なんで逃げた方がお前吹っ飛ばしてきとんね。でもまだ命は尽きたわけではなく、あー、もうロックオンされてるね。ちょっと待てよ、カレンの動きを封じ込める展開があればいいんだけど、なんかハテナパネルで、ないの、ないの、ないの、あれや、ないんかい、宝箱出現、2つある状況なんで、カレンさえはめたらいいんだけど、はめれない、はめはめできない、はめ取りさして、なんか最近ありましたよね、暴芸能人の流出、俺も見ましたけどね、ちょっと興奮した、本物かどうかは別にして、でもお前とのはめ取りはどうでもいいんだよな。いやー、どうしよう、まあ、とりあえず宝箱付近に飛ばされゴールも近くあるので、まずは宝箱取って、球速超人伝、そして、いやでももう一つ取りたいよな。ノリノリよくなれんな、こんな状況でお前、誰かのハメ取り見たんかっちゅうノリノリさ。でも彼まだ来てないからね、これやっぱ宝箱優先するわ。おにぎりパネル組んで体力回復で、宝箱一つ取って、変化球超人伝、これ第二変化球何ついたの？あ、スライダーにスライダーついたんだ、バカだね。
で、なんでカレンこっち来ねえの？道は繋がってるんですけど、一向にこっち来ないね。来ないのであればもう俺はゴールに向かっていくだけ。来てないよね、まだ。あ、下来てるわ。あー、吹っ飛ばされた。オーマイガー、ミスった。そうだよ、彼は2マスずつ進んでくるんだからね。バッカでーす。普通にやっておけばよかったのを普通できない俺がいたので残念、失敗。今で持ち込みアイテム持ち込んでないのでダメージはそこまでないっちゃないんですけどね。ハメ撮りしたかったな。もっと興奮したかったんですけど、できなかった以上ゲームオーバーでやり直し。なんでだいたいステージ3でムハー来るね。いや、どこにしたって来んじゃねえよ他のイベント起こらないくせに、ムハー率異常ないよね、俺のサクサクです。新たなスターターパームボールを抱えてのスタートになって、このステージ、あ、変化球パネル2つ目ね。早速ある進化方法か。じゃあ早くゲットしとこう。あ、もう失敗したことなんでね、ぐちぐち言わず。さっきのやつは死んだんだ。あ、ここで金縛り。さっきここで金縛りだったらよかったのにね、という愚痴もいらんぞ。 H シンカーがついた。で、これは山岡、変化量上げてくれへんか。うん、玉持ち丸か。まあそれはそれでいいけどね。でもリリーク、あ、まあ必要か、玉持ちはね。このステージも体力温存して次行くわ。もしかしたらさっきみたいなことがまた立て続けに起こる可能性もあるしね。ハメ撮りタイムがね、こっちがハメ撮られてるよね。はめてないから、こっちは相手にはめ取られてる。それ流出しちゃってるから、怖いね。階段対左 C をプレイ。持っててプラスしかないですよね。この辺の特殊能力も欲しいっす。あー、でどうしよう。おにぎりパネルを踏んで、ハテナがなんか多いが、まあ踏んでいこう。ステージ2なんでそんな悪いことも起こらんでしょうね。いいことしか起こらないでしょう。ほら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 、無地パネルが青く輝き始めるとかね。いいじゃない。おっと、落ちる方向の変化球パネルもあるんで、これ踏んでさらに強くなっていこう。いいね。負の後には必ずプラスがある。人生ってそういうもんよ。あー、でそこにある特化パネル逆に鬱陶しいな。今守備にする必要ないからちょっと待とう。で、急速に変わるの待って、どうや。あ、変わったね。じゃあこれ全部青パネルを急速にして、そして全部踏んでステージ2の段階で150近く投げれる投手にしたいな。神龍カードまたもやゲット。さっき働なからなかったけどね。うん、まあ今回はお願いします。あー、アテナパネルでマイナスイベントが一切起きないという。で、これで141150まではいかなかったが、だいぶスピードを上げれたんでね。やっぱスピードリリーバーにめちゃくちゃ重要でしょう。だからいいっすね、今のところ。で、さっきみたいにステージ3でのあれはなかったね。よかった。おっと、3つ目の変化球はスライダー方向。じゃあ取りましょう。まずは宝箱を取って、野球超人伝で全体能力アップの流れからスライダーの変化球を手に入れ、カットボールですね。で、こっからね、下に選手が固まってるあの辺の選手たちに会いたいが、まあオリックスの選手なんで大したもの持ってなさそうですし、そこはもう良くて、青パネルで確実に力つけることだけ考えて、あとはゴールに向かっていく。おー、うん、ゴールに向かっていくがいいでしょうね。ここで降ってきたが、お前に会うつもりはなければハメ取るつもりもないのでね、帰れ。ステージポッポホー。いや、順調ですね、ここまでね。あと制球能力とか個人的に欲しいかな。そこがちょっと微妙なんで、コントロールを重視して、まあなおかつまだ球速も足りてないから、そこも上げていく。ケース付き、あー、151、ナイス。宝箱、わー、今2つあるよ。じゃあ全部取って強くなる。中身は制球超人で、おいおい、制球能力が足りないと言ったそばから、こうやっていきなりね、宝箱で来てくれる。センキュー、ありがたい。俺の声がまるで届いてるかのごとく。え、まあまあそういう時もあるわな。野球マン2号の登場、位置的に会える位置か。どうだ。あー、遠いね。これはもう諦めて宝箱を取って、おい、球速超人伝156、平野の最速152をもうすでに超えている。これで158になって、あ、下に野球マン来てる。会えるんじゃない。おい、目の前にして、あんたといろいろとハメハメしたかった、ドリドリしたかったぞ。もうええわ、このステージこれで終わり。最終ステージでやるべきことっていうのはもう現状かなりあるんで、あとは変化量上げて、特殊能力つけて、球速上げて、コントロール上げて、あ、やること多いな口に出したらめっちゃ多かったわ。あ、じゃあやりたいこと全部やって終わる。そしていこう。進化方向の変化球パネルがあるんで、いや、まずは宝箱を取って、中身は球速超人で162キロ、日本球界現最速の球速になってるよ、現役選手の中ではね。163目指したいよね、こうなったら。いけるっしょ、あと1回踏むだけなんで。どうしよう。これね、ちょっと1回シャックルパネル踏んだ方がいいかもしれない。あそこにあるマイナスおにぎりが鬱陶しい。こっちにもあるからね、ゴールを阻止しようとする陰謀見えてんぞ。陰謀じゃねえ、隠れてねえわ。はい、来た、邪魔者登場。うわ、1地形。これね、でもはめることもできるんじゃないか。はい、来た、はめはめチャンス。ようやくお前をはめれたぜ。
嬉しいことではないけどな。熟成ドリンクゲット。でも個人的にまだこのままゴール迎えたくないんすよね。おにぎりパネルがこっちにあるので一回それ踏んで、あ、で横特化パネル急速に変わった。この際最速投手作ってみようかな。チャップマンを超える訴訟、はい、 OK。 これで全部青パネルが急速に変わったんで、最速の175を目指してみようと思う。これで163、まだまだ足りないよ。どうしよう、一回シャッフル踏んで、いや踏まなくていいかな。ゴール近辺に青パネルが固まってるんで、その辺をこうやってこうやってこうやって踏んで、はっ、もう前も確実に勝てる選手を作れていたのにゃー、欲に溺れたね。人類最速を目指してみようならと思ったらこういうことになんねえ。あのまんまゴールに向かっておけばこの対決の勝ちは約束されていたのにもかかわらずバカな選択をしたよ。本当に賢くな、欲に溺れるなよ。地味な平野だったら、あれだけ派手な選手だったら勝てんねん。ディスってるわけじゃないからね。いや余計なことした、もうまたやり直し。何回失敗すればええねんちゅう話だけど、失敗を積み重ねてる以上は何度だってやり直してやろうじゃねえかよ。変化球パネルもいきなりありまくり。じゃあ宝箱も取って変化球パネルも踏んで強くなるわ。これだけの失敗を重ねたんだったら次もっと強くなれるでしょ。さっき以上の怪物が出来上がるんちゃうかななんてね。クソが、ほんといくらなんでも失敗を積み重ねすぎるね。まあこういう時もあると解釈しましょう。でこのステージは、はい、これこれやってこれ踏んで、もう選手は合わずにこれで終了。で次は欲を張らずにね、もう確実に勝てるってなったらそこで終えたらええねん。人類最速を目指す必要もなければその上を目指す必要もない。何が重要なのかというと、毎動画それぞれ選手は違うけど、その選手に勝てる能力であればもうええねんな。上を目指さんの、打率4割を目指してるわけでもなければシーズン60本以上打とうだなんて考えてないし、投手で言うとね無敗でいこうだなんて考えてない。勝てればええねん、勝たなきゃダメやねん。ダホやねん、ガンダ、よし、役に立つカードをくれ。ヒーリングカード、うーん、まあ回復系のカードは持ってて損はないわな。無地パネルが輝き始めた。おーっと、どうしよう、やる気上げてこのステージを終えとこうかな。なんか序盤からやる気がなさすぎる。で、あと請求パネルを組んで、これで終わりで、次いきましょう。序盤はいいこと続くんやけどね、ステージ3から急に風向きが変わるんよね。向かい風になるよね、飛ばされる向かい風だよ。怖い怖い。変化量ダウン。ステージ1、2で積み重ねたものをステージ3でいきなり下げるか、早いんだって。あと変化球パネルがこのステージないんですけど、ステージ3の時点で今1つしか変化球ついてないっていうのは問題ですよね。勘弁していただきたい。出してね、出せよ、出すんだぞこの野郎。あー、でどうしようかな。選手なんかやたらと下の方に固まりがち。え、もうヒーリングカードもこれからが重要なの。なんでこのタイミングで落とすかと尋ねても、そんなのは分かんねえというか、落としたんだよ。落としたという事実だけがあるからしゃあねえわな。リクソン切れ丸、ほんでこの選手はケース好き。あー、ありがたい、変化量上げた、下げた変化量を元通り。しかし変化球はまだ1つしかついてないんで、早く2つ目なんでもいいです。これカーブ方向、スライダー、落ちる球出してね。このステージにはあるよな。え、ないやん。ステージ5までこの変化球一つでいけんの、オンリーでいけんの。いや、もうリリーフ器用なんでね、一つだけでも優れたものを持ってると、形にはできるかもしれへんけど、いや、二つ三つ持ってた方がよりええやん。で、これまた特化パネルあるんで踏みましょう。やっぱ球速は大正義ですよ。そこさえあればってわけでもないけど、まあそこがなければちょっとどうしようもないかなと思うんで。うわ、これ彼にロックオンされそうな予感。こっち来んなよ。はい、もうまたもう、何度俺の邪魔をするんだよ、もう。今度はそこでやん、もう勘弁してくれよこれ。キック避けて通れない以上ははめるしかないんだよな。何度はめたら気がするね。引いて引いて、こっちに引きつけて引きつけて、なんやねん、何がしたいねん、来るんならはい来いや。なんか暴れてる暴れてる、怖い怖い怖い、こっち来んなよ。何がしたい、もうどうしたいんや、俺は何をしたらええねん。そこで止まってる。あやきまの登場。これはありがたいタイミングやったね。宝箱の近くあるし、何よりも野球マンに会えるとこまでセットであればいいんだけどね。あんたとハメ撮りしてるぞ。どこ行った、これこっちから先回りしてる。うわ、体力減少、嘘でしょ。あー、でも会えたわ、よかった。ようやく会いたい人物に会えてハメ撮りできたって感じやね。はい、おお、進化の変化量はえげつね。
でどうしようかな、このステージ。まあもちろんですけども、青パネルを踏んで体力も回復して、ここの赤パネルでなんか変化量下げそう。でもこっちから行く手順の方がいいと思うんで、下がるなよ、下がるなよ、下がるなよ、変化量だけは下がるなよ。これまで上げてきたんだから、監督、西村監督、まだ変わってねえのかい。大光監督、中島監督になってなかったっけ。まだこのパワープロじゃ、そうか、アップデート入ってないからね。こっちなんだね、西村監督なんだね。おーっと、なんか急に体力回復、ありがたや、ありがたや、なんだこのタイムは。とにかく感謝しながらね、これまでの不幸をプラスに変えて、そして急速パネル踏んで、これで終わり。さあ、最終ステージ、体力かなりある状況でいけるんで、その体力を生かしつつ、まずは2つ目の変化球を手に入れる、そこが目的ですね。さあ、どうや。第2変化球はあるけども、別方向の球種ない。うっそ、もう勘弁せえや、お前。シンカーだけ？いや、もうこの際じゃそのシンカーをもうもっと変化量上げていくしかないよね。あと、振動がいるんで、もしかしたらトゥーシームとかゲットできる可能性もある。赤が青になって変化球パネルの追加とかないの？いや、なんで？いやいやいや、なんで？またお前、嘘でしょ？変化球パネルの追加もないし、もう勘弁せえや、お前。焼き魔の助けはもう今際ね、コンビニじゃないぞ、お前。来てる、はめるしかない、逃げんなよ、はい、逃げ。おっと、これは振動助けられたね、よかった。今、あのままだと吹っ飛ばされてる流れだよ。でもう一回引いて、はめたい。よーし、カレーはめ成功。あとは体力だだまりの状況で青パネルがある状況。正直、もっと強い選手を作りたいが、まあまあまあ、これから作っていこうや。変化球は足りないけど、変化球以外は物の部分でカバーしたらいいだけの話。最高の環境ね、見てよこれ。変にハテナパネル踏まない方がいいよ、今の環境的にね。ハテナを避けつつ、残ってる青を踏みつつ、宝箱取りつつ、回復しつつ、やりたいことやって強くなりつつ、まだまだ先を目指していく。球速も150到達。基本的な能力はもう平野は超えてるな。で急速、あ、またあるね。これどうしようかな。いっそのこと175、次こそ目指してみようかな。いやでも第2変化球パネルはやっぱ踏んでおいた方がいいよね。同じ球種であれと、方向であれとね。だからもうここは急速は一旦諦めて、気分悪くなるが、まあ、体力的にまだゆとりはあるので問題はない。で第2変化球はシンカーに、シンカー、まあ変化量の違いもあるから武器にはなるかな、一応。あとは当たる回復。でも、あともうどうしようかな。あんまり余計なことしなくていいんじゃない？青パネル残ってるんで、まだやりたいことはあるんですけど、どうしよう。一回シャッフル踏んでみようかな。やっぱ残ってる青パネル踏みたいんで。どこ行った？あ、結構ばらけるね。残す体力が7、1、2、3、4、5、6。もうこれでいいね。最後は急速パネルを踏んで155キロになって、いろいろと失敗を積み重ねたけども、これで終了。これから両選手を同じペナントで接戦時リリーバー起用でペナント回しますぞ。あと勝利の方程式に関してもこんな感じで、これだと同じような機会、同じようなシチュエーションで投げることになるでしょう。いやでももしかしたら僕の方がアホみたいに機会が増えるかもね。それやっぱりスタミナがありすぎるから、 S の100なんて必要あらへんね。リリーバーでこのスタミナもう酷使してくださいって言ってるようなもんやからね。オリックスの監督、西村監督はアホみたいに酷使することになるでしょう。まあでもその中抑えられる能力にはなってるから、1イニング2イニングくらいならいけるけど、回が追うごとにちょっと打たれやすい能力じゃない。それやっぱり変化球の選択肢が少なすぎる、シンカーにシンカーやからね。球速も特別あるってわけじゃないしな、そこが心配やね。まあでも基本的な能力は平野以上には違いはないから、まあ、3シーズン回せば、まあ、それがいいのか悪いのか力の差っていうのは絶対出てくるんじゃないかなと思います。この2人がリリーバーとして率いるオリックスの順位にも注目しながら、これからまずは1回目シーズン回していきましょう。おお、なんとオリックス優勝しているぞ。なんだなんだなんだ、これは2020年のパワープロで見るのは初めてですよ。いやもう近年見ることなかった光景。優勝76勝、勝率5割6分3。その要因はどこにあるのか、チームの投手成績で見ていくと、ああ、まずはこれやね。チームの防御率がトップ、リーグトップ、もうダントツトップやね。3.42、失点数、被安打、被本塁打、奪三振、すべてがトップって感じ。打つ方でも、あ、打つ方は、まあでも通常のオリックスと比べて得点は取れてると思うし、うん、まあだから投手と野手がうまく噛み合わさるとこういうことが起こるんじゃないですか。それをいつどこで見られるかは別にして、まあ、このゲームでは見られましたね。個人の成績も気になるんで、まず平野と僕の選手を置いといて打撃の方から見ていくと、どうや。あら、3割打者は優勝チームなの1人もおらへん。それどころかプロ野球ワースト打率の1割5分9厘の打者がいるのにもかかわらず1位になれたのは、これよっぽど投手がすげえってことよ。
打率で全てが決まるわけじゃないけど、いくらなんでも低すぎるよね。本塁打で見ていくと、本塁打も30本打ってるやつが1人もいないんだから、20本打ってるのがチームで3人で、若月も16本打ってるんでね、なんや、2割8分で16ホーマー、80打点な若月とか最強かよ。なるほどね、一つ分かった。足立のように打てないやつはいつものようにいるけど、いつも打ってない若月がめちゃくちゃに打って覚醒を起こしたからこそだよ。これだけ打てるキャッチャーがいたらチームそのものも変わるわな。はぁ、すげえな。ジョーンズは逆にそんな打ってないけどね。いやでもこういうハンデを背負いながらも勝ってるんでね。チームの打点王がまさかの若月っていうね。吉田の場合は多分歩かされすぎてってことじゃないかな。87四球なんでね。OPS で並べてみると、まあ、こんな感じで、やっぱ若月の OPS は高いですよ。通常出すはずのない数字を叩き出してる。まだアップデがこれ入ってないのにもかかわらずのこれやからね。こんな見ることないですよ。100回回して、そのうちの1回、いや、もしかしたら300回に1回くらいの割合がここで出てきたんでね。まあ、僕の選手や平野が加わったってことも大きな要因かもしれんけど、それ以上に大きな要因はこれだよ。若月の覚醒。だからオリックスが強くなるためには、若月がこういう数字を残すしかないんや。相当茨な道ですね。正解にたどり着くはずのない道と言いましょうか。たどり着けない道ですね。まあ、いつの日かこういう若月とオリックス見られることを、一、プロ野球ファンとして願ってます。じゃあ次は本命の僕たちの成績を見ていくと、オープン。規定投球回はさすがに到達してないわな。いくらスタミナがあるとはいえのね。そこは到達せず、山本防御率 1.66 で11勝を上げ、貯金を作って2桁勝っている。山岡に関しても 3.91 で10勝を上げてる。君はオリックスだシリーズでこの光景を見たらすっごい嬉しいね。いつも以上に嬉しいと思うわ。まあ、今回はあまり関係ないですけどね。規定未到達の防御率順で並んでるんで、今回はこんな感じで数字を確認することになるでしょう。防御率さえ良ければすぐさま出てくると思うが、最初に出てきたのは海田の 1.25、その後ディクソン 2.24、 平野 2.66 で最初に平野が出てきたな。で次、あ、俺の選手も出てきた 2.68、 やや防御率負けてる 0.02 差でね。ただほとんど同じどころかイニングの差があるので、一概に平野の方が上とは言えへんけど、互いにいい数字を残してんのは確かですね。まずは防御率が良かった平野の方から見ていくと、登板59試合の中防御率 2.66、 64イニング3分の1を投げての3勝2敗1セーブ34ホールドポイント、奪三振64個で三振率は 8.95、 フォアボール26個、四球6個、四死球率 4.48、 打者230人を相手に被本塁打4本率 0.56、 被安打率1割8分7厘、得点圏では2割3分、対左は、あ、じゃない、対右が1割6分8で、対左が2割0分7、ケースラッシュ BB は 2.46 で、ウィップ 1.08、 年間実績が19でフィニッシュな1回目となりました。対照的に僕の選手見ていくと、登板が82試合、機械の差そこまで出ないって言ったけど、やっぱ出ましたね。それはやっぱ何度も言うけど、スタミナの差だよ。スタミナがだだ余りだからこそすぐ任せられるので、まあ、そこは能力の差なので、まあ仕方がないかな。その中防御率 2.68 で84イニングを投げての11勝4敗1セーブ61ホールドポイントで日本記録誕生ですね。ホールドポイントのワオ。奪三振60個で三振率は 6.43、 フォアボール22個、デッドボール6個、四死球率は3ちょうど、打者307人を相手に被本塁打が11本で率は 1.18 と高く、被安打率は2割1分2厘、得点圏では1割3分2厘で、対右が2割2分8、対左1割9分3、ケースラッシュ BB 2.72、 ウィップ 1.04、年間実績点25でフィニッシュとなりました。両選手の1回目の成績を比較すると、単年ではやっぱりこれイニングの差とかも考慮したら僕の方が優れてるということは言えるが、ただ不安材料も何度も言うがある。それはやっぱ基本塁打率の高さだったり、そういうところもあるんで、僕の選手2回目シーズン以降爆発的に数字を上げて悪化さす可能性もある。平野に関してはどうだろうね。そこまで悪化するような材料はあんまりないから、まあ、これからが重要になってきますね。あとオリックスもね、1回目は奇跡的に1位取れた、まあそれはリリーバーが良かったり若月の覚醒があったり、ありきの話ですから、2回目以降通常のオリックスに戻っても最下位みたいなね、1回目で優勝のあの感じを味わっちゃったのであれば、そっから2回目で急に最下位ってなったらモチベーションゼロになって、互いに3回目数字ボロボロになる可能性もあるから、だからなんとかこの1位をキープしたまんま、あとの2回3回と続いていけばいいなと思うんですけどね。ちなみにこのホールドポイントの数はもちろんのごとくリーグトップで、最優秀中継ぎのタイトル受賞、その他優勝
のチームでこの成績を残したリリーバーなんでね、ベストナインとかゴールデングラブ可能性はあるんじゃないですか、 MVP とね。見ていきましょう、年間表彰式。まずはベストナインは山本由伸、また星でね、若月が選ばれてる。そりゃそうでしょう、優勝チームで優勝導いたキャッチャーですからね、超本人なので、そりゃ受賞、初受賞。ゴールデングラブも山本と若月、なんか新たな世代の新たなバッテリーが誕生したね。結婚の効果ってすげえな、人はここまで変われるんやね、若月。そして最後個人タイトル MVP は山本なので、残念そこは受賞できず、やはり取れたのは最優秀中継ぎ。しかしまあリリーバーであればこのタイトル一つだけで十分。さあ2回目シーズン終了だ。まずはチームの順位表から見ていくと、先ほどのように、あーまあでも3位には入れてるので、2シーズン続けて A クラスに入るオリックスを見るのは人生初めてかもしれない。俺マジか、まあ、さっきと比べたらそれは落ちてるけどね、勝率も5割未満やけど、なかなかない光景ですよ。こういった理由はやっぱさっき同様、守れるチーム、いやワーストやな防御率は急にワースト、さっき良かったやんけ、 4.05 か。打つ方はさっきと比べて特別そんな打ってるってわけじゃないけど、まあバランスでしょうね、バランス、それがなんかうまく噛み合って A クラスに入れた、まあ、この前他のチームが情けないというかね、あまり良くなかったって俺は思う。どっちかといえばね、ロッテなんてリアルだとあれだけ強いの、このゲームだとこんなんやもんな。真逆にも程があるわ、いろいろとチームが。これ個人の数字、まずは若月の数字から見ていきましょう。先ほどのような数字残せてんの、2割3分5厘まあこれでもまだリアルと比べたらマシと言えるんやけどね。で足立さんいつも1割、もう能力がなくて、これ遊撃士でフルで固定されてるんで、まあしゃあないっちゃしゃあないんですけどね、一番の被害者でもあるんですよね。能力がないんだからもうちょっと分けて使えちゃう話なんだけど、それができないチームなんで、足立が出ずっぱりになってこういう数字を叩き出す。でもこれ以下しかいないチームだからこそ、まあ出ないとダメというね。若月はね、まあホームランも打点も全部下がってるわな。さっきチーム打点王だった男が急にこれやもんな、先ができすぎだよ。まあこれでもリアルと比較したらまあ打ってるとも言えるけどもね。あー吉田正尚オンリーチームとかしたな。まあこういうオリックスであれば優勝は厳しいわ。じゃあもう本命の成績見ていきましょう。2回目はどっちの方が優れた数字を残したのか、オープンです。規定投球回は到達しておらず、規定未到達の防御率ランキング、先に出てくるのは先ほどのように平野か俺かどっちやねん。おー平野 2.25、 わお先よりも良くなってるよ、マジか。で、俺は4.17、 やっぱり急に上がったね。わあこの安定感のなさはこの対決方法で重く響くぞ。だいぶ上がった。でもね、上がるなんかその予兆予感あったもん、やっぱ1回目の数字できすぎだったもんね、内容に対してちょっと恐れてた、危惧してた部分なんですけど、それがまあ的中してしまったって感じかな。今回まず僕の方から見ていきたいと思うわ。登板68試合の中、防御率は 4.17 で、さっきよりも倍上がったとも言える。69イニングでイニング数も減っていて、7勝7敗。リリーバーで7勝に絡むのは置いといて、7敗に絡むのはいいことではないですよ。多く負けに導いている。勝ちゲームがこいつのせいで7回は消えたってことですからね、単純に言うと。この前のせいで勝率5割未満で優勝もできなかったんちゃうかな。45ホールドポイント、数は多いですけど、その中身は評価できるものじゃないな。奪三振64個で三振率 8.35、 さっきよりも増えてるよ。四死球率は3、ケースラッシュベビーはさっきよりもいいよね。ただ打者265人を相手にホームラン8本で、さっき同様1の率を超えている。それでいて被安打率は2割3分8厘で上がってるし、得点圏は2割1分1厘、あれそうでもないな。で対左とか対右もそこまででもなく、左の方がやや打たれてる。キュラススラッシュビームを3超えてるんでね、ウィップ 1.22、 ランナー出す機会は確実に増えてる、ウィップを見る限り。まあそれでいてやっぱ基本塁打が1を超えてるんで、さっきと比べてこれは逆に運が悪かったんじゃないかなと俺は思うよ。8本で率も1超えてるけど、それに対して防御率が悪すぎる、他の部分を見てるとね。それはね、ランナーいる機会でこれホームラン打たれたんだと思う。さっきはランナーがいないシチュエーションでのホームランが多かったけど、今回逆ね。だから 4.17 になって余計な失点が増えて、それが対決の勝敗面を分けたんじゃないか。平野の方で見ていくと、登板71試合、僕より抑えてることもあるから機会も増えてるね。信頼の差ですよ。防御率 2.25 で72イニングを投げての4勝5敗の3成
セーブ38ホールドポイント、まあ、平野に関しても5敗チーム負けに導いてるんで、まあ、よくはないですけどね、印象としては。まあ、でも単純に防御率はこっちよりも優れてる。奪三振50個で三振率は 6.25 で、逆に平野は三振の率が下がっているだよね。基本塁打5本で 0.63、 被安打率2割0分6、得点圏で2割7分6厘で、ケースラッシュ BB は 3.57、 ウィップ1切ってる。ホールドポイントの数こそはまた俺の選手がリーグトップなので、タイトル受賞も。しかしその中身がね、中継ぎのタイトルってぶっちゃけどうでもいいでしょう。 MVP 取ったとかなら別ですけど、そうじゃないもんな。最優秀中継ぎってホールドポイントの数で決まるから、中身重要じゃないね。中身の部分で見たら防御率をね一気に悪化させた2回目シーズンな俺と、そして防御率をさらに良くしてパフォーマンスを上げた平野という構図が出来上がったから、これはこの対決を迷わし惑わしたぞ。一気にね、1回目だけ切り取ってみたら確実に俺の方が上だったと言えるけど、今回は3シーズンあって、その中で2回目でこの差やからね、まあ、全ては3回目の平野のパフォーマンスによって決まるんじゃないかな。まず大前提、俺の選手は3回目、1回目以上にいいパフォーマンスをすること、まあ、それ同等のパフォーマンスをすること、で3回目の平野が僕のように2回目のあの数字の上がり方のように悪化させてくれたらチャンスが生まれる。しかしこのままいけばやっぱ3シーズントータルで見た時に間違いなく差が出てくるから、いやあかんですね。オリックスはたとえ優勝できずとも俺の選手くらいは良くなってて欲しかったんだけど、そうじゃないもんな。これ最優秀中継ぎ以外のタイトル取れたのかの確認を最後にしていくが、ベストナインは取れず、ゴールデングラブは山岡、オリックスの受賞で最後。個人タイトルは MVP はソフトバンクが優勝してるのでギータ、その他タイトルはやはり最優秀中継ぎのみで、2回目はこれで終了。命運分かれたし。勝負の3回目シーズンが終了しました。まずはいつものようにチームの順位から見ていくと、最後は A クラスから転落。でも勝率はさっきよりも良くなってるんで、やっぱり今回は通常の世界では見られないオリックスを最後まで見れたって感じですね。優勝するも A クラスに入るも2年連続で、それで最後勝率5割以上あるんだからね、まあチーム的にはまんまん満足って感じじゃない。順番が逆ならより良かったんだけどね。最初優勝した後加工やからこれからのオリックスの未来を暗示してるのかもしれないが、まあ、チームの順位はこのようになりました。重要なのは個人の数字、そこを確認する前にちょっと若月まず見ていくわ。もうこんな感じやな。もう何にもないな。まあ、10本打ってて打点70、打点打率に対してなんか意外にあるね。なんや得点圏打率が高いってわけでもないし、機会がまあそこそこにあるからってことかな。70打点に驚いた。OPS は5割8分8、 OPS5 割台で70打点って歴代初ちゃうかな。いないでしょ、過去振り返ってみたらね。 OPS に対してまた打率に対して高い印象はやはりあるな。それよりも俺と平野の成績、2回目で数字がきっぱりと分かれたが、また分かれるのか、それともひっつくのか、どうなるのか。最後の成績オープンです。規定投球回到達した山本由伸は 1.68 という防御率で13勝3敗で勝率8割1分3。さすがリーグ、いやチーム、いや違う、日本球界を代表する最強投手、すごいですね。でも君の凄さを知る回ではなくて、平野と俺の対決回や。さあどうなるか、先に出てくるのが俺であってほしいな。じゃないと2回目の分を取り戻せないから。まずは誰が出てくる。最初に出てくるはまだか。おお、 1.87 で僕の選手。ここまで1点台は見れてこらなかったが、最後になんか来た。それでもやっぱ2回目あの数字なんでね、君数字のばらつき激しすぎ。241という、どんなお前進み方やねんっていうね。まあでも 1.87、 これ問題は平野の数字なんですよね。そこはどうや。次階段の 1.99 で、その後平野出てきたが 2.63 ということで、これは3シーズンのキャリアの中で2番目に、まあ悪い防御率と言いましょうかね、さっきの方が良かったですよね。数字は分かれたが、さっきの2回目僕の選手と平野ほど防御率が分かれたってわけじゃないからね。こうなったらやっぱ2回目の数字がこの対決を迷わしてくるよ。そこはどうなるか、まあ視聴者の判断に任せるとして、一通り確認といきましょうや。まずは平野の方から見ていこうかな。今回平野の方が防御率が悪かったので、登板は60試合の中、防御率 2.63、 68イニング3分の1を投げての4勝3敗、3セーブ32ホールドポイント、奪三振が56個で三振率は 7.38 で四死球率は 3.29、 被本塁打が4本で、もう3シーズンにわたってホームランの数は少ないね、打たれてないわ。
得点圏は、通常時の打率は2割2分3厘で、得点圏では1割5分1厘となっていて、ケースラッシュ BB2.33、ウィップ1.16、年間自責点は20点となりました。なんか内容だけ見てたら、もっと防御率良くてもいいような気がするんですけど、まあ、効率よく失点したケースがあるんでしょうね。で、僕の選手を見ていくと、登板が74試合の中、防御率 1.87 で、この3シーズン唯一の1点台を叩き出すことができた。81イニング3分の2を投げて、6勝5敗。この5敗がね、あかんのよね。印象が悪くなるが、まあ、したもんしゃあねえ。3セーブ40ホールドポイント。奪三振が80個で三振率 8.82、四死球率 2.09 で、打者292人を相手に基本塁打が4本、率 0.44、被安打率1割9分5、得点圏打1割7分7厘、ケースラッシュ BB4.70 と高い数字で、ウィップ1切っての 0.91、年間自責17。なるほどね。3シーズン目、一番いい数字になったのは、やっぱ基本塁打の数ですよ。ここまでずっと率が1を超えてたんですけど、ようやく1を切って、それどころ0.5 も切ったので、ここさえ良くなったらこいつはいい投手ですよ。ここがやっぱ悪かったので、1回目も正直その出してる防御率やそういうのに対して不安があった。これ次悪くなるんちゃうかなと思ってたら、実際悪くなったでしょ。ただ3回目やっぱ基本塁打の数が減ってることによって防御率 1.87 を叩き出して、まあ最高の数字を残してくれた。ホールドポイントの数は40個に対して、これはパリーグトップなのか、3シーズンにわたってのタイトル受賞になったのか。いやー、上には上がいて、ブセニツ 2.26 で防御、ホールドポイント48ホールドポイントなので、残念、3シーズンにわたってタイトルを取ることはできず。しかしそこはまあもう重要じゃないでしょうね。やっぱ2回目の単純な数字指標がもう全てになっていく来ると思うので、最後もう一度年間表彰式でその他タイトルの受賞を確認していって、そして、まあ、とりあえずオートペナント編はこれで終了ということになるね。いやー、ベストナインは山本若月取るんかい、森とかおるやろなんでって感じやけどね。あと吉田はわかるけど、ロドリゲスもなんでって感じ。オリックスひいき入っとらんか、そんなにチーム強ないで。でゴールデングラブも山本、個人タイトルはやはり最優秀中継ぎも何も取れてませんね。僕たちの選手はこれで両選手のペナントは終了。これが両選手の3シーズンの成績。この成績をツイッターの DM にて1人の審査員の方に送ってですね、その方に判断していただくことになる勝ち負けをね、かなり難しくねえかなこれね。もう選手のタイプがちょっと違ってるんで、明確にやっぱ平野の方は3シーズンにおいて安定感がある一流のリリーバーと言える。僕の方はね、やっぱ2回目に数字を悪化させたことによって、これが数字の2倍の悪さにつながってるし、実際に悪い。しかしやっぱ3回目のような数字を残すこともあれば、1回目シーズンのホールドポイントの数をね更新したりしているので、その1シーズンの活躍度、貢献度という部分で見たら確実にこっちの方が上とも言える。だからどこを取るかだよね、自身の野球観で。リリーバーに安定感を求めるのであれば、これはもう平野の方になるでしょう。ただワンシーズンのその貢献度とかで見ていくのであれば、僕の方とも言える。本当難しいですよ。今回ももうそれぞれの野球観好みによって全然勝ち負けが変わってくる。僕としてはね、やっぱ3シーズン回したのはやっぱそのね、3シーズンのその結果が重要で、そこでリリーバーとしての実力が出るわけじゃないですか。実際出てると思う。やっぱ俺としては平野の方がいいリリーバーかなと思うよ。安定感があってね、計算ができる。僕のように2回目であれだけ数字を悪化させちゃうとね、やっぱチームにもダイレクトの影響があって、実際2回目チームの指標一番悪かったでしょ。 A クラスに入ったけど勝率は5割未満だったので、そこの影響が大きかったから、まあ、計算できるリリーバーということを考えたら平野の方が優秀かなと思えるが、俺の意見だって全く何も関係ありません。これから一人の方、視聴者の方に判断していただき、勝ち負けが決まる。今回対決サクサクセス実況15回目、果たして勝つのは俺か平野か、平野か俺なのか、どっちが勝つのか、あとはもう待つだけじゃよ。
なんと審査員が選んだのは俺が作ったサクサク15でした。予想外ですね。さっきも言ったけど、俺としては平野の方がいいリリーバーかなと思えたので、当然平野だろうと思っていたんですけど、どうやら僕の野球観とは反対側の、まあ、ものを持った方が審査をしてくれて、こういう結論を出してくれたわけ。もちろんこれは何も悪いことじゃないし、攻めるつもりもないし、いや、なんなら俺勝ったんだから何を攻めるんだよむしろ俺を選んでいただいてありがとうという言葉を今回も述べることになるね。審査員を務めてくださった方のコメント紹介していくと、これは文句なしのサクサク15の勝利ですね。サクサク15はシーズンホールドポイントを更新したのが何よりすごいからです。それに対して平野は防御率が安定していてすごく迷いました。でもサクサク15は3回とも最優秀中継ぎを取っていくため、これちょっと勘違いされてますね。2回でまたそうやって記載してたんですけど、まあ、ちょっと勘違いされてますが、以上の観点からサクサク15の勝利と結論を出させていただきました。まあ、コメントを読む限り、やっぱりシーズンのそのワンシーズンの貢献度、活躍、記録を塗り替えるとかね、爆発力、貢献度は間違いなくこっちの方が高かったと思う。ただ3シーズン通してみたら、やっぱりあの2回目の僕の選手の数字っていうのがネックですよね。もう一度見ていくと、防御率がこれですよ、 4.17 に対して平野はね、3シーズンとも防御率2点台で収まっていたので、計算できるリリーバーという視点で見たら、僕は何度も言うが平野の方が優秀に思えるが、まあ、ただ平野が出せないね、上限の数字ですよね、いけないステージの数字を残したのも今回俺が作った選手事実なので、そこを切り取ってみて審査員が選んだのはこっちで平野じゃなかったっていう話で終わりです。じゃあいつものように動画の最後にここまでの通算成績を振り返ると、こんな感じで今回の勝利によって通算8勝目を挙げ、貯金をまた1つ作ることができた。よかった。もうこれね、1つは作っておかないとね、不安なの、罰に対するビクビク感、恐怖っていうのがねあるから、夜眠れないからね。あ、負けたらどうしようとか、これから先借金増えていったらどうしよう、下手すりゃこのシリーズで本当ね、どう何万単位でお金を失う可能性もある、危険性があるシリーズなんで、まあ、だから本当また貯金を生み出して、そしてこれから先もずっと貯金を抱えたまんま、とりあえずシリーズ100回目をめどにそこまでやっていこうと思ってるんで、そこまでたどり着けたらなと思うのは俺の気持ちであって、実際どうなるかは分かりません。とりあえず今回で15回目は終了、そして20回目までの折り返し地点に入ったわけ。次回以降、実況16回目、17回目、18回目、19回目、そして20回目、あと5回の中でどれだけの勝利を生み出し、どれだけ敗北を回避できるのかに注目していただきたい。そして今回戦った平野は OB 選手で、このシリーズ OB 選手と戦うの実はこれが初めてだったんですよね。もちろんこの先もまだまだ戦わなくちゃダメな OB 選手たくさん投打野手ともにいるわけなので、次回以降も OB 選手との戦いをお届けしていく予定なので、お楽しみにね。今回動画最後までご視聴、また審査員を務めてくださった視聴者に感謝、グググググバイ、またウォン。